マジで誰に聞いてんのって感じだったの。アレルさんに聞いたのかと思った。どこ行きますか、これ。リフト側まで行く？アフロット。あいつ。なんで？あいつ。わかんない。これは。移動。今ね、僕もね、僕はクザ殺したんだけど、クザがなんで死んだか多分僕もクザも分かってないんだよ、これ。多分だけど、物理的になんかね、おかしかったよな。車の物理演算とドアの物理演算が俺をひき肉にした。5000ダメージ食らったやつじゃん、5000ダメージ。5000ダメージ久しぶりに見たな。こいつダブハン、この音はダブハンだぞ。とりあえず、とりあえずさ、リフト側までさ、行きたいかな、これ。オッケーオッケー。そうっすね。まあなんかこことか、この道とか通って、この右の道通って。少しでも歌えたら即ブーストするからね。あ、もう音もなくなったし、ゲームブースト終わった後に、やっぱそうだったら俺、あれ、送れね。どうな。で、ガーデン経由でリフトまで行こう。車増やす？いいんじゃない？いや、ジブいるし、一緒の方がいいんじゃない？あ、そっか。めっちゃハイブリッドカーになってんだけど、俺の画面だと。この辺全然漁られてない。漁ってくか。あー、ちょっと見てもいいかもね。ね、僕スナイパーだから、そんなにいらねえかと思って。あ、バテも。バテ2あるしさ。いや、運転したい！何で運転したいって。先祖が海を渡ったように。リフトまで行っちゃおう。はい。あー、まあ結局なかったな。なかったね。このタイミングで白二人ちょいきついやんね。ちょい怖いわね。青さんがいいな。青さん落ち着くね。上に気落ちしてて、敵に狙われてる。オッケー。いるかもこの辺。左から抜けるよ一回。おお。どうする？やるね。どこまで？あえう。敵探すか、とりあえず。スナイパー狙われているわとかじゃなかった場合ってさ、近いんじゃない？遠いの？ああ、近いの？多分、一応スキャンしたけど、今んとこ見えないな。あっち側ではないと思うんだよね。あ、こっちじゃないと。あ、さ、なんか急にこの、いや、あっちに標的だった。なんか、ピン打ったら、ピン打ったらさ、赤になったから、あれと思ったら、敵に直接ピン打ったっぽいわ。あ、それか。ちょ、移動しようぜ。これなんか丘から急に敵現れるから、あんま好きじゃないんだよな。つってもどこ行こう。まあでも、そうでもね、前に足跡、前に足跡。そうでも側に足跡行ってる。一回俺ちょっと、ここで、あの、さっきの自分。これどういう考え？これね、これね、キープ、はい、キープ思考停止。あ、そうか。いや、だったら移動しようと。乗って。やばいやばい。乗り？ごめん、一旦巻くわ。え、巻き、ま、乗りなら巻けないっけ？これなんかさ、左じゃん？ちょっと、こう、もう落ちるわけないですよ。え、どこまで行く？どこまで行く？え、もう、そこまで前いるぞ。ここ前いるから抜けなきゃ、後ろもいるし。絶対この、こと怒られるってコーチに。もう絶対こうよ。やばい。完璧なルート通り。コーチ笑って、あそこキープの方が辛かったよ、多分。ここでいい、ここでいい、ここでいい。これ以上やばい。やばいって。おいおい。ねえ、ちゃんとやろうよ。引いて、引いて。じゃあ、それもちょっと。でも、チャーラー当て感かなりやばい。しゃばいってここ、いや、しゃべえ、うめえ、早めに早めに。ちょっとこれ、おー、知らんめちゃくちゃだよ。知らん。え、相手でもやばかったな。いやでも溶け方よかった今。鉄壁相手の溶け方じゃなかった。チャーライうまいね。チャーライがうまい。チャーライ、もう喧嘩だよ今の。
これやっぱり俺がもうちょっとオーダーした方がいいかな。いや一回嫌だけど後ろって聞いて前もって聞いてってちょっと思考戸惑ったよねおじさん。いや、うわ、俺は、でも正直、あわよくは、うん、あそこキープでまた一旦考えようって思ったけど、思ったより車線の通り良くて。そこ当たってる。これなんか率先通るわ、僕。通るわけねえだろ。通る通る通る。バレてない、バレてない。30キロ、ちょっと向かうわ。ちょっと僕もそっちにできるだけ向かうわ。本当にそれ、うん、しかしてもうお前もうなんでユニットやってんだよ。チャンピオンは判断を誤った。いやでもわりかしいけそうだけど間に合う限りだね。ギリ間に合う。蘇生は行く、蘇生はいける。タッチダウンはいける。これ何下横あ目の前か。あいや俺はどちらかも間に合わないから大丈夫。頑張ってる。さいボタンないよ。逃げろ逃げろ。ダメ見つかった。ちょっと蘇生通るわこれ。黙れ黙れ。これ蘇生通るわ。逃げろ。勝てるよ。もうやだよロビン戻んの。怒られるぞ。ロビン戻りたくないよ。いや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 。バレてない。バレてないかな。バレてない。ちょうどトイレ行ってた。やだよ、ロビー戻んの。おかえりなさい、はい、はい。どうも。どうも、こんにちは。どうしましょうか。困ってんじゃねえか。非常に残念なお知らせですね、それは。非常に残念ですけど、3人ともちょっと免許返礼ってことで。ああ、もう。返礼もらって、とりあえず、トライデント禁止令が。待って待って、運転してないですよ、こっち。いや、ソラルさん、ソラルさん、なんで自分だけ責任逃れしようとしてんすか。一度も運転してないよ、俺。俺も一緒にこれ何免許返納。ソラルさん、とりあえずアンチ内は絶対乗るの禁止ってことで。はい。なんかどこで降りるか分かんなくなっちゃったんですよね。あるよね。結構、まあ、僕がやるとするなったら、アンチに入るリングの第一アンチのとこの外側で降りますね。ああ、もう割と早い段階だ。リフト、うん、リフトぐらいのところ。そうですね。リフトの外側とかで降りたら、まあ、うんうんうん、そこぐらいだったら全然許せるんですけども、許せないってよ。使わないんで。基本的に使わないんで本当にあれですね。うんうん、自分たちがリングに追われる、もうクソ痛くてダメだってなるときは使いますけども、歩いていける範囲だったら歩いた方が安全なんで、はい、そうしよう。もう車は極力使わないです。極力は行くのは触らない。こういう方針でいきましょう。はい。はい。